はい、こんにちはです。今回はですね、映画、この子は邪悪を見てきた感想を言いたいと思います。これはですね、ネタバレありで、ありありでいきますんで、まだ見てない人、これから見る人はね、絶対に見ないでください。まあ、多少ね、最初はネタバレなしというか、まあ、結論を言わないような感じで言いますけども、途中から具体的に言いますんで、お願いいたします。はい。で、結論から言うとですね、面白さはね、中の上っていう感じです。まあ、面白いよりの普通の面白さって感じです。なんで、まあ、面白いと言ってもいいんじゃないかなと思ってます。なので、これから映画見に行こうと思ってて、どうしようかな、なんかつまんなかったら嫌だなって思ってる人は、まあ、見に行っても、まあ、損はないかなという感じです。ただね、ラブコメディとかそういう系じゃないんで、デートにはちょっと使えない。うん。まあ普通に一人で見に行って、まあ楽しむ程度ですね。まあサスペンスが好きな人、ホラーサスペンスが好きな人は、まあ、デートに使ってもいいんじゃないかなと思います。はい。でですね、友達と一緒に見に行ったんですけども、友達は、まあ中の下、要するにつまらないよりの普通って言ってたんで、まあ、要するに普通だっていうことですね。つまらないってことはないってことです。はい。なので、ちょっとこれを、参考にしてみてください。ちなみに、2022年9月1日から上映なので、まだやってます。1週間も経っていません。現時点で。はい。はい。でですね、なんで僕の評価が中の上なのかっていうのを説明していきたいと思います。まあ、理由は簡単で、まあ、突っ込みどころがかなりあったからっていうことです。まあ、なんとなく、いや、それはないだろうっていうのはね、結構あったんですよ。なので、それさえなければ90点台、100点満点中の90点台は軽く言ってたんですけども、でも逆に言うとですね、そんなに突っ込みあったにもかかわらず、まあ、面白い、中の上なので、まあ、いかにね、やっぱこの映画が面白いかっていうのはね、大体、わかる、プラスマイナスプラスみたいな感じですね。はい。ではですね、これから、どんどんネタバレしていきますんで、見てない方、これから見る方、知りたくない方は、もうここで見るのをやめてください。ちなみに僕はこの映画はね、前情報なしで見た方が面白いかと思います。僕前情報、いつも見ない、なるべく情報入れずに見に行くんですけども、うん、やっぱ見に行かないで、前情報を手に入れずに見に行ってよかったかなと思っておりますんで、ぜひ、これから見る人は、宣伝とか見ないで見に行ってほしいです。はい。で、行きます。で、じゃあ今からね、まずあらすじから言いますんで、お願いいたします。はい。じゃあ行きますよ、あらすじ。はい。日本である奇病が起こってたんですよ、その映画で。で、その謎を追うために、四井純っていう、まあ、主人公みたいな感じなんですけども、の男の子が、その事件を追ってたんですよ。で、なんでかっていうと、その純もまた、お母さんが、自分のお母さんがその奇病にかかっていて、治療方法を探すために、学生なんですけども、学校側の授業が終わってから、ずっと原因を探ってたんですね。そうするとですね、久保心理療法室っていうね、個人経営の病院の家族の人たちと出会うことになるんですよ。で、その家族は、過去に、交通事故にあって、先生である、旦那さんは、要するに先生ですね。足に障害を受け、まあ、足をなんか変な、引きずってるわけじゃないけど、うん、うんっていうような歩き方になってて、で、妻は意識不明の重体。で、長女の主人公の花、これが主人公なんですけども、の妹は顔に火傷を負ってしまったんですよ。で、その主人公の花ちゃんは、奇跡的に無傷だったんですけども、体的には。ただ、逆に心傷を負ったんですよ。で、どうしてかっていうと、まずね、交通事故に遭うきっかけを作ったのはね、まあ直接的ではないにせよ、まあ自分であったんですよね。要するに、ここに行きたいって言ったから分かって行くよって言って、その時に事故に遭っちゃったんで、ある意味自分の原因だと思ってると。で、自分だけ助かっちゃったから、心に傷を負ってるんですよね。うん。で、そんな人たちと、純くんが会うわけですよ。で、そんなある日ですね、花ちゃんのお母さん、意識不明の状態で、絶対にもう意識不明の状態で元気にならないだろうと思ってたのに、ある日突然ですね、意識取り戻して、で、なおかつ、めちゃくちゃ元気いっぱいになって帰ってきたんですよ。もう本当に入院してたっていうぐらい、全然普通に元気いっぱいに帰ってきたんですよ。何って。で、父と妹はね、めちゃくちゃ喜ぶんだけども、主人公の花ちゃんは、すごい違和感を覚えるんですよ。
え、私のママはママじゃない？え、これ本当に本物？みたいな。っていうふうにね、思っちゃったわけですよね。で、調べれば調べるほどね、やっぱ母親おかしいってなって、いうことになったんですよ。ということでですね、この話は、その町で起こる奇病の原因は何なのか、病気の原因ね、原因でも何なのか、そして、淳くんのお母さんは治るのか、病気です。あと、本当にお父、ね、花ちゃんの母親は本物なのか、で、なんか、犯人がいるんだったら犯人は誰なのかっていうね、最後は衝撃の結末がっていうような話でした。はい。結末まではいきません。はい。さてさて、まあ、あらすじは終了です。じゃあ具体的にね、いいところ悪いところ説明していきますんで、もっともっと具体的に言ってくるんで、ネタバレなしの人は見るのは絶対やめてくださいね。ではまずですね、いいところから始めます。まずですね、一つは、いいところ一つは、序盤のね、つかみとね、伏線回収がめちゃいいんですよ。一つ一つの謎をね、序盤で出して、これどういうことなんだろうって、すごい観客を引きつけた上で、中盤からどんどん一つ一つ回収していくんですよ。ああ、そういうことだったのか、みたいな。でも、そこですっきりするんだけども、でも、肝心の謎は誰なんだ、犯人は誰なんだっていうのはずっと聞いてくるんで、どんどん伏線回収してても、だから結局じゃあ、原因は何なんだろうっていう感じで、どんどん映画を見ることができるんですよね。うん。で、しかもオープニングからね、いきなりね、その奇病の人たちが映るんだけども、何この動き、不気味みたいな感じで、なんで、この人たち何なのっていう感じで、つかみめっちゃ良かったんですよね。はい。で、そして二つ目はですね、いいところ二つ目は、この映画の不気味さ。まあ、さっき言った、その、冒頭で出てくる奇病にかかった人たちのね、動きはね、もういい意味で本当に不気味なんだけども、それだけじゃなくて、明らかにおかしいことが起こってるんだけども、他の人はね、全然それ反応しなかったり、要するに主人公の花ちゃん以外はね、違和感に思ってないんですよね。で、やばいことが起きてんだけど、自分に身にかかってんだけど、なんで、なんか、わかんないから。かかってんのはわかるんだけど、何がおかしいのかわかんないから、対処しようがないっていうね、これやばくねやばいんだけど、どうしようもなくねっていうのがね、めちゃくちゃ良かったですね。そういう演出が。うん。で、三つ目。いいところ三つ目いきます。はい。この、物語に大切なものが いくつかあるんですけどね、それはね、驚きのポイントなんですよね。必ず、何っていうところがね、入ってないといけないんですけども、この映画もちゃんとね、びっくりポイントが入ってました。まずね、もうさっきあらすじで言っちゃったんですけども、意識不明の重体のお母さんがね、普通に元気に家に帰ってくるときはね、僕めちゃくちゃ衝撃的でした。なんでやねんみたいな。なんでお母さん復活すんのみたいな感じで、めちゃくちゃびっくりしました。だからもうそこで一気に、ね、映画の世界に、ね、取り込まれちゃったんですよね。あれも良かった。で、あとね、最後ら辺のネタバラシシーンでもね、ちゃんと衝撃ポイントがあって、実は〇〇でしたっていう部分がラストであるんだけども、それもね、めっちゃ良かった。めっちゃ、何？お前かーいっていう風にね、なっちゃったんですよね。でも実はなんか他の YouTuber のね、レビューでね、〇〇の映画となんかオチが似てたって言ってたから、あ、そういうことなの？みたいな風には思っちゃったんですけども。はいはい。まあ、ともかくね、びっくりポイントもあって良かったです。はい。で、いいところ4つ目いきます。タイトルの伏線回収がいいところです。タイトルがですね、この、子は邪悪っていうタイトルなんですけども、僕も、誰が、どういう意味なんだろうと思って、って思ってたんだけど、一番ラストで、あ、そういうことなのねっていう風になりました。しかもそういうことなのねっていうために、ちゃんと伏線も貼ってあるんで、やるねって思いましたね。うん。すごい良かった。はい。で、5つ目、いいところ5つ目いきます。それは緊迫感ですね。まあ、さっきもいろいろ同じ風に被っちゃうんですけども、まあ、他にも、いいとこがあって、例えば、見つかったら殺されるみたいな、バレたらまずいことになるよっていうね、そういうシーンがちゃんとあるんですよね。で、だけど、真実を知りたいために、その危険を犯して行動するシーンなんだけども、やっぱね、見つかったらやべえとかね、いう感じでドキドキしてよかったですよね。うん。で、あとね、突然お母さんが目を覚ますシーンとかあるんですけども、あれもよかった。ブーンとか言って、うおーってなった。その友達も、なんか、評価が、中の下って言った友達も、そのお母さんが突然目を覚ますシーンはめちゃくちゃ良かったと言ってました。まあ、多分ね、映画見てない人はね、何残っちゃって思うんですけど、まあ、ここはちょっと映画見た人だけにちょっと言ってますんで、申し訳ないです。はい。で、
まあ他にもいろいろあるんですけども、いいところの紹介はここで終わります。はい。ではですね、じゃあなんでここまで素晴らしいのに、100点もしくは90点でじゃなかったのって思う人もいると思うんですけども、それはさっきも言ったように残念と思ったところがあるからです。はい。で、まあ、あんまりちょっとマイナス点みたいなことを言ってくるんで、まああんま聞きたくないよって人は、まあちょっともう聞かなくていいです。ごめんなさい。まあ一応まあ僕はちょっと、あ、ここちょっと残念だな、これさえ良かったらなと思ったところをちょっと説明させてください。はい。で、一つ目はですね、純のおばあちゃんですよね。ラストでね、おばあちゃんがね、出てくるんですよ、突然。一番最後に。男の子のおばあちゃんが。僕、それがね、納得できんかったんですよね。なんでここのタイミングで、こんな夜中に来るみたいな。電気もつけずに。全然理解できなかった。本当に。で、一応ここで犯人は誰なのかっていうのは、ちょっと具体的に、まあ、推理はできちゃうと思うんですけど、具体的には言わないですけど、まあ、犯人も気づかんかったんかよって思ったりするし。で、しかもおばあちゃんが入ってくるのに、犯人を殴りつけるシーンがあるんですけど、で、殴るなら殴るで、殺すか、もしくは、殺したくないんだったら、殴って、うってひるんでるうちに、逃げりゃいいのに、そこで立ち止まってさ、もう、後ろから襲ってくださいと言わんばかりにさ、もうずっと座り込んでるわけですよ。もう、で、案の定、おばあちゃん殺されるわけですよ。なんじゃそりゃみたいな。もう、何これみたいな。っていう風に思ったんだよね。それがね、僕ね、納得いかんかったわ。要するに、俗に言う、作者がこれやりたいから、あの役者にやらしてる感があるんですよね。で、伏線の張り方も雑になってんですよね。ナイフをね、使いたいらしくてさ、最後ナイフに刺されて、犯人が死ぬっていう風に持ってきたいがために、わざわざ診療室で、こう、トン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 ナイフを使っているシーンを入れるわけですよ。今までしっかり伏線張って張って回収してたのに、そこだけ雑じゃねって思っちゃったんですよね。そこがね、残念だったね。しかも最後のラストにそれをね、持ってくるがためにやりたかったんだろうけど、もうちょっと、もうちょっとなかったんかなって思っちゃった。もうごめんなさい。まあこれあくまでも僕の主観なので、はい、すいません。ちょっと好みの問題です。はい。で、二つ目がですね、久保先生のね、催眠の能力についてですね、久保先生っていう人がいるんですけども、催眠術が使えるんですよ。一種のね、一種の。はい。まあ本当は違うんだけど、まあ催眠術みたいなもんです。そのね、能力がね、あっていいんだけど、いくらなんでもちょっと都合良すぎないみたいなっていうのがあったんですよ。なんか普通はもっとその条件をクリアするために発動条件が厳しいとか制約があるとかあってもいいんだけど、めちゃくちゃ軽い。ノーリスク。で、しかも、もうなんか、もう無敵。もうちょっとチリーンってやったら、はい、かかったみたいな感じで。それがね、悲しかったですね。で、もうそれができちゃうんだったら、もうなんか何でもできちゃうじゃん。なんかもう映画何年じゃんみたいな感じになっちゃって、そこでなんかね、物語から一気に現実にもう引き戻されちゃった原因の一つになったんかなと思って、それがちょっと惜しかったんですよね。はい。で、それがなければよかったんだけど、はいはい。で、三つ目。悪いとこ三つ目なんですけどね、要所要所でね、僕の理解が追いつけなかったところがあったんですよね。で、それは何かっていうとね、まあ、あくまでも原因は自分なんですけども、自分の理解力の問題なんですけども、その、作品のせいじゃないんですけど、例えばですね、主人公、要するに花ちゃんが妹の寝室に入って、妹の顔の写真を撮るシーンがあるんですけども、写真を撮る必要性あるみたいな風に思っちゃったんですよね。いや、確認だけでよくないみたいな。まあ、純ちゃんに見せるために撮るっていうことなんだろうけど、まあ、写真じゃなくてよくねって思ったんですよね。で、しかもさ、布団めくるんだけどさ、ぬいぐるみが置いてあったからさ、それフェイク？何？ひょっとして犯人の、何？実は犯人気づいてて、フェイクかけたのかなって思ったらさ、別にそうでもなく、で、下の階に降りたら、妹が普通にベッドでいたみたいな。なんで？意味、なんか、ちょ、よくわかんない、みたいなところがね、
ちょっと誰か説明してほしいんですけども、なんで妹がわざわざ下に行ったのかちょっとよくわかんないんですけど、誰か知ってる人がいたら教えてください。すいません。とかね、ちょっとね、僕の頭の理解力が悪いがためにね、ちょっとついていけなかったっていう部分があって、まあこれは僕の原因なんですけども、そういうところがちょっとマイナスだったのかなーって思いました。はい。まあ、ちょっといろいろあるんですけども、まあちょっともうここら辺で以上にしておきます。はい。ではですね、まあ最後ですけども、まあ、復唱になっちゃうんですけども、いろいろ言いましたけども、やっぱ冒頭で言ったように、この作品は僕、結構見に行ってよかったなと思ってるんで、ぜひ見に行った方がいいんじゃないかなと思います。伏線回収の勉強したい人はね、うってつけかなと思います。うん。はい。まあ、いろいろ突っ込み入れたっていうことはですね、ちなみに。まあ、この作品にのめり込んだっていう称号ですので、興味なかったらね、突っ込み入れるところが寝ちゃうんで、まあまあ、いい作品だったなと思います。はい。まあ、ここら辺で、映画の紹介、感想を終わりたいと思います。本当はちょっと解説とかいろいろ入れたいんですけども、パンフレットとかいろいろ読んだんですけども、まあそこはちょっと他の YouTuber の方にお願いしたいと思います。では最後までお付き合いしていただきありがとうございました。また見てください。ありがとうございます。またチャンネル登録とかしていただけるとありがたいです。ありがとうございます。では失礼します。